ポンパンポン。ゆっくりしていってね。みなさん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、今日はどこだか、聞いてこないね。ふふ、私も成長したんだぜ。で、どこかわかるの？2回連続で横浜だったから、ズバリ、次は川崎なんだぜ。残念ながら、正解だよ。どうしたの？無念なんだぜ。まあ、気を取り直していこう。霊夢、この道、かなり広いけど。ああ、これは山手通りだよ。下を首都高速が走っているんだよ。それはすごいんだぜ。うぷ主は実家に帰るとき、よく通るみたいだよ。それは割とどうでもいいんだぜ。ところで霊夢、このバスは、どこへ向かっているのぜ？ああ、このバスは、中野駅へ向かっているよ。でも、目的地は駅より手前だよ。ということは、ここは東京なのぜ？その通りだよ。ちなみに、動画冒頭で映っていたバス停は、都営バス新宿支所の、近くだよ。何かのついで感がするのぜ。それは黙っておこうね。細い道に入ったんだぜ。これは都道433号線だよ。別名、大久保通りだよ。その名前、知っているんだぜ。うぷ主は昔、車で新宿に通っていて、深夜の大久保通りを、新宿方面へ走っていた、らしいよ。それもいらない、情報なんだぜ。マリサは相変わらず、うぷ主に厳しいね。ちなみに、この道沿いには、芸能人が、多数在籍していることで、有名な、堀越学園が、あるよ。その名前も聞いたことが、あるんだぜ。まあ、うぷ主には無縁の学校だね。そうなんだぜ。ただ、堀越学園の、卒業生ではないけれど、うぷ主の同級生に、芸能人がいるらしいよ。はぁ、何なんだぜ、今の、霊夢、今なんて言ったんだぜ。まあ、詳細は秘密だよ。これを誰か明かすことで、うぷ主が特定されて、しまうからね。ぐぬぬ、気になるんだぜ。うぷ主なんて、特定しても、何の得もないんだぜ。だから、バラしても、問題ないんだぜ。それはダメだよ。うぷ主はどうでもいいけど、相手に迷惑がかかるよ。それもそうなんだぜ。今回は我慢なんだぜ。ここが堀越学園前の、バス停だね。何、芸能人がいないか、チェックなんだぜ。やめなさい、ごめんなさい。カット。おい霊夢、なんだか賑やかな場所に、出たんだぜ。あ、ここは、中野駅の近くだね。なんてだよ。どうやら、うぷ主が乗るバスを、間違えたみたいだね。何やってくれてんだ、このポンコツうぷ主。まあ、仕方がないよ。堀越学園のうんちくとか、言えたし、結果オーライだよ。そういうことに、しておいてやるのぜ。マリサ、駅に来たから、バスがたくさん見られるよ。うぷ主、わざとやったのぜ。そんなことは、ないと思うよ。単純に、朝5時の始発に乗って、東京まで来ているから、ぼーっとしているだけだよ。こんなうぷ主で、大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。懐かしいネタを、挟んだところで、中野駅に着いたよ。なんか、カチャカチャ、うるさいんだぜ。これはアンカーリングスが、当たっている音だよ。外せよ、うぷ主。さて、乗り換えたよ。このバスはどこに行くのぜ？新宿駅西口へ行くよ。まあ、終点までは行かないけどね。ロータリーをゆっくり回って、中野駅を後にするよ。今度こそ、目的地へ行くんだぜ。さっきと同じ場所を通るので、カットするよ。ここから、少し経路が違うよ。なんか、道が少し広いんだぜ。ちょっと見どころがないので、カット。その理由は、少し雑なんだぜ。まあ、仕方がないね。誰かのせいで、時間が押しているからね。唐突に KO って書いてある、建物が現れたんだぜ。そう、ここが今日の目的地だよ。でも霊夢、バスが少ないんだぜ。ああ、それなら、気にしなくていいよ。わかったんだぜ。よく見ると、奥にいるよ。さて、さっき映っていたのは、このバスだね。おい、霊夢、なんかこのバス、細長くないか？このバスは、
中型ロング車といって、幅は中型バスと同じだけど、長さが 10.5 メートルあるよ。ちなみに、普通の中型車は、どれくらいなんだぜ？ 9 メートルかな。確かに長いんだぜ。一時期23区内は、中型ロングだらけ、だったよ。あの建物は、研修こと、栄養所の事務所だね。かなりでかいんだぜ。都内の土地は高いからね。できるだけ、上に伸ばすみたいだね。過去に取り上げた、東急バスの淡島営業所や、下馬営業所も、こんな感じだったよ。普通にバスが多いぜ。うぷ主は以前にも、ここに来たことがあって、あれ、こんなに広かったっけ？と思ったらしいよ。また、勘違いじゃないのかぜ？それがどうやら本当に、前より広くなった、らしいんだよ。どういうことなんだぜ？昔、ここに病院が、あったらしいんだけど、移転して、その跡地を使って、拡張したそうだよ。なるほどなんだぜ。だから今は、路線バスに混じって、高速バスも待機しているよ。なかなか、賑やかなんだぜ。よく見たら、博多号もいるね。あのバスが、福岡から、はるばる、やってきたと思うと、感慨深いんだぜ。マリサにしては、渋い言葉のチョイスだね。車庫はもう一箇所あるよ。本当に23区内とは思えないほど、広いんだぜ。そうだね、この規模の車庫が、中野駅の近くにあるのは、驚きだよね。マリサ、電鉄バスカラーの、車両がいるよ。電鉄バスカラー？何なのぜ？それは？京王バスは昔、京王電鉄バスという名前で、カラーはクリーム地に、ピンクと紺の帯、だったんだよ。多摩地区には、そこそこいるんだけど、23区内では、数を減らしているよ。そうなんだぜ、多摩地区の営業所を、見に行った時は、注目なのぜ。車庫は道路に面しているから、中にいる車両が、よく見えるよ。奥にいる、変わった色の、バスは何なのぜ？あれは新宿ウィーバス専用車だね。新宿ウィーバスは、新宿の街を循環している、路線だよ。一回100円で乗車可能だよ。一回100円でこのかっこいいバスに、乗れるのぜ？そうだよ。今度の企画は、新宿ウィーバス特集に決定なのぜ。それはうぷ主次第だね。これは中野営業所の、看板だね。建物と同じで、すごく綺麗なのぜ。そうだね。車庫内も一通り見たし、そろそろ帰るのぜ。その前に、車庫出入りするバスを、見てみようよ。わかったのぜ。早速バスが来たのぜ。中野営業所は、入出庫便も結構あるけど、営業所前を通る路線も、結構たくさんあるよ。このバスは行く先に系統番号が、ついていなかったのぜ。それは入出庫便の特徴だね。入出庫便に系統番号を、つけないのは、京王バスだけじゃなくて、他のバス会社もそうだよ。系統番号がついていないと、乗っていいのかどうか、少し迷うんだぜ。ここまで中型車ばかりだったけど、大型車が来たよ。大型車は迫力が違うんだぜ。これも出庫便みたいだね。車庫の一角で、訓練みたいなことを、やっていたよ。こういう活動が、安全な運行を、支えているんだね。本当にお疲れ様なんだぜ。さあ、マリサ、ちょっと先を急ぐから、地下鉄で移動するよ。地下鉄なんて、どこにあるんだぜ？車庫の横に駅があるよ。スピードアップなんだぜ。本当は、うぷ虫が漏れそうだったから、トイレのついで、というのは秘密だよ。全部行ってしまっているのぜ。ちなみにこの駅は、どこなのぜ？丸の内線江南町支店の、中野区銀町駅だよ。江南町駅の、近くの駅を、そろそろ別れの、時間なんだぜ。皆様、本日はご視聴、ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録も、よろしくお願いします。それでは、また次回の動画で、お会いしましょう。